技術係さん1時間転写をしてもらっちゃう困りますよ。今日転写だけの授業じゃないのでまずですね。評価のことについて話しするんですけど。死体は2つで評価をしてるんですね。で、2枚とも皆さんにお返しをして評価書いてあると思います。ちょろっと触れておきますね。1枚目の時に私は何て言ったかというと、主役脇役組み合わせ主役脇役空間の組み合わせを決めましょうと。 これぞまさに私の心を表している組み合わせだというふうならばその説明書きましょうそれが書いてあれば A ですよって言ったんですその通りに評価していると思いますしたがって1枚目は結構皆さんハードルが割と低かったのかなと思うんですねでも2枚目というのがやっぱちょっとハードルが高かったのかなと思うんですよ 私二枚目の、まあ、あの、絵と文字ですね。なんて話をしたかというと。特に構図のことについては、必ず触れてくださいねって言ってやったんですよ。特に。三つの構図は絶対使いましょうと。日の丸構図、三分の一構図。垂直水平なのか、斜線なのか、曲線なのか、直線なのか。どちらを多くしたのか、それを意図的に書きましょうね。もっと言うと。 自分はこういうイメージにしたいから曲線を多くするあるいは垂直・水平にするそんなふうに選択してくださいと言っていたはずなんですよ。ところがほとんどの人がそこに触れて特に3つともね触れている人っていうのがほとんどいなかったんじゃないかと思うんですね。えー、まあ 後半のこの構図のところは少しハードルが高いだろうと思っていたので、まあ、1枚目の評価とまあ相殺するとね、まあ、大体そこそこの評価になっているのかなとは思うんですけどもとにかく美術というのは感性や感覚が大事とかセンスって言,言われるんですけどこと美術の授業においいてはそうじゃないんですよ。以前習った知識をどう生かすかということなんですね。ということで。 今後このあと点描の授業が終わったら2学期はポスターの授業に入っていくと思うんですけどそこでもまたやっぱり構図って出てくるんですよ。今回勉強したことを復習しておいてもらえたらと思うんですよね。まあ、そのために動画も全部撮ってあるわけなのでさあ今日の授業いきましょう。まずでですすねやっていいたただきたいことは転写ですこれはどういうふうにするかというと。 あなたの下絵の裏を鉛筆で塗りつぶしてくださいでその後表に向けて本番用紙をお配りしたと思うのでその上に置いて軽くテープで留めてなぞればカーボン紙のように全部映りますこれ非常に楽なのでやってくださいなぞるときに赤ペンなんかでなぞるとなぞったところがよくわかるのでぜひやってください ちなみにですねこの塗りつぶすときに全部真っ黒にしなくてもいいこと気づきませんかあなたたが輪郭線表に取った裏だけでいいいじゃないですかで。白い紙の上に置けばおそらく裏返してもある程度透けるのでその上だけ書けばいいってことも知っててください。もし鉛筆がないっていう人はそちらにありますので。 自由に持ってっていください今日ここだけじゃないんですよこれができたら早速点を打ち始めましょうということなんですね一応点を打つ授業は4時間計画していますそして提出は夏休み明けですどうやって評価するかっていうといろいろあるんですけども一番大きいのは立体感がある遠近感があるこれを知識技能で評価をしようと思っています。他にもですね やっぱり意欲ととしてて点の量も入れようかとは思っていますちょっと微妙なんですけどねもともと明るい作品にしたいっていう子はじゃあどうなるのっていうこともあるのでちょっとその辺微妙ではあるんですけども一応点の量も入れようと思っていますだからぶっとい点であの打つよりも細かい点で打った方がそれは意欲的だよねということにはなることも知っておいてください。もう一つ あなたの意地あの表現したいイメージっていうのが当然あるはずなんですよね。で、それを表現するために工夫できているかっていうことも、思考、判断、表現としては評価します。具体的にどんなことかというと、例えば自分のイメージを表すために、例えば濃くしたのか薄くしたのかとかね、そういったことも評価には入れていこうと思っておりますが、一応ここがメインということなんですよ。 つまり皆さん今から点打つときにこことここを目指してくださいということです。じゃあこういうふうにするためにどんな手順でやればいいですかってことなんですけど手前のものから打ってください。これなぜか分かりますか今まで勉強したこと特に遠近感の授業を思い出せば分かるはずなんですけど。 トークのものって薄くなるんじゃなかったですっけで、皆さん打ち始めよくある失敗が濃くしすぎるっていうことなんですよそれをやると遠くに見えないんですねだから、はめは手前のものから打つといい打ち過ぎても手前だから大丈夫っていうことですよだからトークのものからやらない方がいいですよっていうことです次です予定の半分ぐらいの濃さでやってください 足りないいいよっていうぐらいでやってくださいで手前のものからどんどん打ち始めていくとそのうち形がぼやーっとしてきますこれでいいのかななって不安になります絶対皆さんそうなるのでそうなったらもういっぺん手前に戻ってきてさらに濃くしていくんですよそうすると遠くのものがぼやけて手前のものがはっきりするんですねそういう意味ですこの1番2番っていうのは。 これ必ず守ってやっててやほしいんですよそうするとこの辺で失敗することがないですよという次です今年からですねこの「丸三番はあなた方タブレットがありますので白黒画像を見て制作してくださいそうすると立体感とかそれからここに今書かなかったんですけど質感というものも表現できるんですよこの質感って何かというと 鉄と木の違いいみたいなねそういうのも表現できるようになってくるのでこの辺はまあプラスアルファというか A 評価のポイントになってくるというふうに思ってもらえればいいかなと思うんですね。何もも見見ないいよよりもややっっぱ写真見てやった方が絶対ここのの質感とととうううは出ますよとそういうことですそでさあそれでは早速今日は「点描4分の4時間分の1時間目」ということですのでこれが終わったらどんどん進めてください。 じゃあやっていきましょうあのですね少しね皆さんに希望を持ってもらいたいからこういう話をするんですけど実は今日もあったんですよよくあるんです毎年あるんです私があなた方と話をするとき私が機関重視しながら話をするときに君美術得意なのって言うとそんなことないですよって言うんですねで、そんなことないよ 君だってこれ「いいいい絵描いてるじゃん。いやそんなことありません」って言うんですよ。「そんなことないって君だって大丈夫だよ自信持ちない」「いやそんなことありません」って言うんですよ。面白いですよね。自分が苦手だと思い込んでるんです。でもよく考えてくださいよ。美術に関しては美術の才能って言っていいのかなに関してはあなた方より私の方が数倍上ですよ。そののプロの目から見て 君なかなかいいセン言ってるよとかいいセンス持ってるじゃないって言ったときにそうかもしれないなってちょろっとでも持ってもらえるといいなと思うんです何が言いたいかというとここから先は政策になっていくわけじゃないですか自分は絶対できないという苦手意識ちょっとでもね緩和していただけたらと思うんです自分が表現したいのはこんな感じ それをどうしたら表現できるだろうそれだけを考えてやっていただくと絶対いい絵になってくると思うので諦めないでほしいなということを思うわけですねさあチャイムなりました流れ解散にします皆さん机の中忘れもモないようにしてくださいじゃあ終わりましょう